ちょっとありそうな気がするけどな。皆さんこんにちは、レノンです。さあ、ということで滅日日記9日目やっていきたいなと思います。今日はね、ちょっと一個考えました。やっぱ攻撃種に行ってさ、ハンターに攻撃力、まあ、強さを与えるものじゃん。だからなんか見た目すごく弱そうな装備にすれば、わ、このハンター弱そう、攻撃種に授けてあげようって多分モンスターハンターの神様が思うと思うので、すごく甘がみ。モンスターハンターの神様がね、攻撃種には授けてあげようっていう気持ちになると思うので、今回はこのめっちゃ弱そう装備でいきたいなと思います。で、しかも、救難呼んで、マルチでやって、で、みんな絶対かっこよくて強い装備使ってんじゃん。なのに俺はこの頭装備だけイベルカーナで、それ以外はインナーっていうね。すっごく弱そうに見えるんちゃう？そしたら、やっていきましょう。モンハン。さあ、救難も呼んでと。頼むぜ。見た目がめちゃめちゃ強そうな助っ人。カモン！やばくない？この後ろ姿。これやばい。これやばいよね。もう弱いとかいう話じゃないよな。変態だよね、これね。間違えたかも。これ弱いんじゃなくて変態かも、これ。この装備。さあ、毎度おなじみ激流工法ですが、毎回外してるんで、ちょっと今日マジで真剣にやるわ。多分何回もさ、あの石をポンポンしなくていいんだよね、多分ね。1回2回この辺にポイってしといて、で、テオテスちゃんが反応すれば、もうこのままこれでいいんだよね、多分ね。おー、いいじゃん。当たった！よーし！なるほど。レノン、コツをつかみました。さあ、まず、カフネちゃん襲来。いいね。やっぱ、滅日はいっぱい助っ人が参戦してくれるね。カフネさん、ノノさん、アンブロさん、よろしくお願いします。うわー、みんな強そう。いいね。俺のこの超絶弱そうな見た目が際立つわ。なんかもう攻撃のエフェクト多すぎて画面が見えねえや。キン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 言ってんだけど、これを見てモンスターハンターの神様は、あれ、こいつなんか浮いてないってなるわけよ。こんなに弱いのに、こんな弱そうな見た目してるのに、こいつ頑張ってる。攻撃種に上げてもっと強くなってもらわなきゃ、恵んであげよう、授けてあげよう、そうやって思うんだよな。トゥリー、このひっつく雑用は任せて俺に。みんな攻撃して。ひっつく雑用は俺に任せて。毎回ほとんど死んでますけど、私レノン、この滅日に来て今回ばかりは死ねない。マルチで死んだらお荷物扱い、死なないように頑張ります。どこ向いとんねん。なんかジャストラッシュしながら変なとこ向くんだよな。雑用はやらせていただきます。ちょっと誰かの攻撃が、誰かの攻撃が俺の盾に当たってる。強いねー、みんな。俺が雄たけびでひるんでる間にもみんな見切ったりジャストガードして攻撃してる。俺のこの弱そうな見た目じゃなくて、もう弱さが際立ってている。さあ、吹っ飛ばさせてくれ。これ吹っ飛ばしたり、ひるみのために顔にひっついたりする雑用は任せてちょうだい。ほら、また俺が雄たけびでひるんでる間にみんな攻撃してるよ、これ。ナイス。終わっちゃうんじゃない、これ。終わっちゃうんじゃない、待って、5分シーンいかないわ。だからマルチで滅日やっててさ、まあ、大体7分ぐらいなイメージなんだけど、5分シーンかかんないな。みんなうまいぞ。作戦大成功なんだけど。弱そうな見た目でマルチやって、でみんながめっちゃ強いから、あ、この一番弱いやつに攻撃収入を上げてあげよ、恵んであげよ、授けてあげよう作戦。でこれ成功かも。雑用は任して。よし、え、はいや。見た目弱そう装備で来ました、私レノン。立ち尽くしてます。さあ、ということで一番弱い自分に力を授けるべく、モンスターハンターの神様は攻撃種2を
与えてくれるんじゃないでしょうか。行きましょう。ちょっとありそうな気がするけどな。この二つだね。まずはこっちから行きましょう。ほい。あ、まあ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 。さあ、ということで。もうここらで攻撃手に出てくれれば、モンハンワイルズが発売した後もやらずに済みますね。行きましょう。